はい、どうもいいです。ですね、じゃあアザナエルやっていきたいと思います。オッケー。いやー、ソニアニがね、面白かったんで、ね、何人か、共通キャラが出てるんで、ちょっとやってみたいかなと。いきますか。ウィス。まあ、主人公が複数いる感じでやっていくのかな。じゃあ左からいきたいと思います。午後6時。ほうほうほう。ビッグサイトね。何気にね、俺コミケとか行ったことないんだよな。誰か、ぜひ一緒に行ってくれる方がいれば。疲れた。おっほ。いや、ないでしょ、疲れたとか。むしろみんな切ってきた。なんだこの俺は。大晦日なのに元気なやつですね。もうコミマは終わりましたよ。またまた、俺たちのコミマはこれからでしょ。え、それってどういうことか聞いていいですか。よくぞ聞いてくれました。これから秋葉で第2ラウンド。すげえ。第2ラウンド？秋葉すら行ったことねえかな。ほらこれ、ダベッターで今話題騒然。緊急 RD が回ってきました。ダベった。緊急 RD？ そやこれツイッターと連動してるらしいね。すごいゲームですね。なんかね、どれだったっけ、なんかなかったっけ。あ、これこれ、この現状つぶやくってやつでいけるっぽいっすよ。まあやらんけど。ロクロワさんのイベント来たーって感じだよね。それから第一宇宙速度のライブでカウントダウン。ワクワクが止まらない。出た、ソニコちゃんたちのバンド。これですわ。一応聞きますけど、本気で行く気だったんですか？本気と書いてマジと読む。この人なんかあれだね、なんか原始圏にいそうな感じ。なんかいろいろ辛いと言わざるを得ない。僕が付き合う必然性はあるのだろうか。いや、ない。そんな冷たいこと言っちゃう？同じ本書いた仲じゃない。このティルノさんの挿絵がなかったら、今日の同人誌もどれだけ売れたか。お、1分進んだ。なんだこれ、どういう感じなんだろう。で、主人公が多いからあれなのかな、街みたいな感じでザッピング系な感じで進んでいくのかな。ああ、はいはい。確かにティルノさんの挿絵は素晴らしかったです。ティルノ、チルノかと思った。御影ひなた一人の文才じゃ、あんなに売れることは到底不可能と言わざるを得ないでしょうよ。だよね。だから付き合ってちょうだいよ。いいですけど、ライブはともかく、六郎さんのイベントって何か聞きたいところなのですが。六郎さん、知らない？ほら、タマのコスプレ AV。コスプレ AV なんだ。ハーク、あのパロディーの。パロディー違う！あれはもうすでに新たな芸術だ！確かに新ジャンルと言わざるを得ない側面もないとは言えませんが。御影君も来る？兄の穴で待機してます。コスプレとか三次元とかに興味ないし。兄の穴、兄の穴、なんかあれだな、響きが銀魂のケツの穴みたいな。三次元にね。三次元かね。俺の友達にかつて、三次元に興味ねえって言った人間が二人います。何ですかその顔。そういうやつに限って恋に落ちるところっと。片っぽはね、結婚しそうなんだけどね。もう片っぽはね、とても素晴らしい生活を送っております。お？異変？なんだこの音。バイク？ビッグサイト到着！ビッグサイト。すげえ、マジで。前のクマがかわいい。シャチホコ。
読者ってレベルじゃねえぞこれ。おお。うわりゃー、東尋坊はどこじゃー。東尋坊なんだ、サークルな、ちょっと何してるんですか。出てってください、今すぐ。私の行く手を阻むやつはたとえ親でも許さねえ。ビッグサイト、東尋坊を出せ。どういうことなんだこれは。エマージェンシー、エマージェンシー、こちら正面入り口、謎のコスプレ女が制止を振り切って侵入、逃走、至急応援頼む。すごいことになってきとる、えれえこっちゃ。東尋坊どこじゃ。な、何事。あんなキャラいたっけ。本物のレディース。さすがにないだろう、ないよな。待てぶっちぎり。やむをえん、発砲を許可する。許可しちゃうの。さあイエスさん。なんだ、ゴム弾とかか。銃声。さすがに実弾はねえよな。ああ、コミマスタッフ怒らせちゃったよ。まあコミッパのね、南さんじゃなくてよかったっすね。死亡フラグですかね。気になるのか。別にそういうわけじゃ。お、ツンデレ来た。ねえ、ちくしょう。お、生きとる。逃げるぞ、撃て。あ、こっち来た。どけ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 。おい、そこの二人。おお、デュラララみたい。じゃあデュラララ2期確定したんすか。まあ見たことねえんだけど、ちょっと気になるんだよね、うん、あ、まあ、どっちかっつったらあれかな、ジャスティスのアキラかな俺的には、うん、ジャスティス学園最高だよ。あ、はい。ここビッグ斎藤でいいんだよな。ビッグ斎藤。うん、ちげえのか。あの、そうじゃなくて、多分ビッグサイ…うん、おお。あ、はい、ビッグ斎藤で OK です。おお、空気を読んだ。やっぱり私の目に狂いねえな。さすがです。うん、いいかお前、余計な口挟むなよ。それじゃあ、なんだ、東尋坊ってどこにある。なんなんだ東尋坊。東尋坊。いいから黙ってろって。ほら、コミックスーパーにつきものなんだろ。ん、あ、はいはい、コミックスーパーありますあります。東尋坊欲しいんだ。それはつまりどういう。ん、もしかしててめえら知らねえのか。いや、知らないとかそういうことではなくて、あ、俺の右手を噛みやがったな。親にも噛まれたことないのに。そらないだろうな、どういう状況で。当たり前です、黙っててください。うん、僕が思うに探してるのはこういう本ですか。おお。ん、おお、これこれ。あ、この立ち絵かわいい。同人誌か。ああ、これ東尋坊じゃなく同人誌って言います。普通にわからんかった。ああ、そっか、そうそう、そんな感じの名前だったな。同人誌、同人誌、どれどれ、どんな話が書いて。あ、悲鳴かわいい。切り裂く音がなんかすごい。裂いちゃった。変態変態変態、なんてもの見せやがる。超かわいいんだけど。あ、すまねえ。やべえな、このキャラかわいいぞ。
これナユシーが好きそうだな。この通りだ、許してくれ。謝られたところで本は返ってこない。いや、なんだろう、青空の方が好きか。いや、あの人たち多分どっちも好きだろう。いやいや、お気になさらずに、全然全然大丈夫ですから。許してくれるのか。もちろん、うん、なんて優しい人なんだ。おい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 、かわいいなこいつ。おいおいってなんだ。泣き声だろ多分。私は今猛烈に感動している。このセリフでね、ラムネを思い出す人はねどんぐらいいるのかなと。いや、今の若い子わかんねえだろうな。あ、はいはい、だから泣かないで。こんな本秋葉原でも買えますから。秋葉原で。はい、ビッグサイトでコミックスーパーは終わりましたけど、大手とかなら秋葉原の同人ショップでも。サイト秋葉原、おお、なんか聞いたことある。なるほど、秋葉原に行けば東尋坊じゃなくて同人誌が買えんだな。ほうほう、その通りです。ツーバードとかいうやつの本があるんだな。ツーバード、ノーコントロールの11とかいうのがあるな。ほう、わかんないですけど新刊なら多分。なるほどなるほど、それで行こう。なんだろうね、うん、二人ともサンキューな。どういう経緯でそれが欲しいのか。はい、お役に立てれば。気をつけて。いい人たちだった。おうよ、お前らも気をつけて帰れ。ああ、そうだ、他にも何か。おう、本弁償しなきゃな。普通にいい子だった。あ、いえ、そんなお金なんて。私が悪いんだからさ、取っとけ。おう、あれ、これは桜木花道っぽい流れ。トラブル発生ですか。金がねえ。あ、ねえ、さっき落としたかな。あの、落とし物ないか聞いてきますか。いや、いい、別に大したもんは入ってねえし。うん、てか逆に捕まりそうだ。間違いない。確かに。かといって持ってるのは携帯とこれくらいか。さすがにこれをやるわけにはいかねえしな。今背中から出した。ハレルヤ君ですか。いや、さすがに背中からじゃないか。いえ、別にいいんです。そもそも自分の不注意だし。そうはいかねえ、私の保険に関わるんだっつーの。ほう、あ、そうだ、これ。お、これ取っとけ。ついに顔が。あ、かわ、これなんだ、窓マギの京子ちゃんを思い出さ。あ、なんで噛んだんだ。赤だったら京子ちゃんっぽいな。かわいい。どうした、なんかついてる。いい、うん、これがさくらちゃん。ん、さくらちゃんだったっけ。ほれ、早く。あ、はい。おお。え、でもノーヘルで秋葉原まで。喧嘩上等。じゃあ私は急ぐから。立ち絵かわいい。じゃあな、二人とも、サンキュー。うん、やっと行った。あのコスプレ女やばいだろ。てか、コスプレか？まさか本物のヤンキー？いや、やんなわけ。ん？おい、どうした？お、これは恋に落ちた。おい、聞こえてるか？おいってば、返事をするんだ、見かけ隊員。ほほ、うん、あ、大丈夫です。これはじゃ、普通の返しかよ。てかさ、見かけくん、そのヘルメットどうすんの。とりあえず、匂いをくんかくんかしようぜ。どうしましょうか。
ね、良い子は真似しないでくださいと、うん、そらそうよ。愛車のなんだこれ、バクダラ、棒ダラ、わからん、バクじゃないか、左に火がついてないか、うん、あれガンダラと同じ字だ、ノヘルアブっていうか可愛いな、これこれなんかあれっぽいな、スロットとかのなんか演出みたいなやつだ、感じだな、うん、確かこっちだよな、その同人誌だったっけ、その肩にかかってる感じはなんだ、のさんのに殺すにかけるのサック、わからん、まあいいや、来るときは道に迷って買い損ねたけど今度こそ失敗しねえぞ、かわいいな、そこのノーエルバイク止まりなさい、わお、やーべえ失敗した、ノーヘルだと耳が寒い、でもやるしかねえよな、そこのおかしなバイク止まりなさい、おかしなバイクだと、あ上等じゃねえか、あたしの金閣寺好きなだけ見せてやるよ、金閣寺、金閣寺っつうんだ、こら待て金閣寺、こら、おう、はあ、なんとか巻いたか、おう、お、30分、信号が変わって助かった、うん、ちゃんと信号を守る、あ、さくらちゃん、東京のポリコは根性ねえな、階段登っただけで負けるとか貧弱すぎだろ郡山じゃこうはいかねえぞ、郡山、うん、どこだ、じゃあ一瞬ヤンキーでね、茨城を連想してしまった、うん、雪道発進とか大変だし、あってことは東北、東北じゃねえかで、ここはそろそろ秋葉原か、じゃあ味噌部に連絡でも取ってっと、味噌部誰だ、同人誌頼んだ人かな、おお、メール来た、お、たく非常に遅いよ、どんだけ待たせんだ、どんだけ、おかげで何回サイト見に行ったか、お、うん、さてさて今日の運勢は占いか、ハロー、いつも読んでくれて感謝、毎日ビンビンミリオンプロデューサーミリピーの恋愛占いよ、うん、相変わらず素敵な挨拶だな今年最後のあなたの運命は大吉、マジで、あなたの目の前にとうとう待ちに待った運命の人が、こんなチャンスは二度とない、おお、次々に襲う障害を乗り越えて見事彼のハートをゲットしちゃおう、ま、マジか、私にもとう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 、こいつ乙女じゃないか、運命の人が、よっしゃ、かわいいな、やるぞやるぞやるぞ、このチャンスは絶対逃せねえ、次々に襲う障害を乗り越えて見事彼のハートをゲットしちゃおう、良いお年を、バッハハーイ、おお、今日のラッキーアイテム、ストラ、ん、切れた、え、は、はー、なんだろう、ストラップとか、電池切れ、待てよ、私の運命の人はどうなる、ラッキーアイテムってなんだ、あるある、確かストラなんとか、ストラ、ストラ行く、ストラーイダーストライダー飛竜、ストラストライド双方、ストラポット、ノストラ
ラダムス、ウストラス製薬ノストラダムス興味聞かねえな。ダメだそんなのラッキーアイテムにならねえ。なぜストラップが出てこない。なんでよりによってこんな時に。今日一日最強のまま生活しろってのか。薬味か薬味なのか。あ、見つけた。阿佐ヶ谷のブラックパンサーから逃げ切れると思うな。ブラックパンサーかっけえな。阿佐ヶ谷のブラックパンサーちょっとかっこいい。間違いない。あ、待ちに待った運命の人ってまさか。お、その部下こんな金閣寺めちゃくちゃにしてやる。絶対ねえな。私の相棒ボーダラゴ、バカにしたやつには天柱食らわしてやる。おお、あ、ボーダラゴでよかったんだ。うん、待てー、デーリが待つか。いいじゃないか。